どうも、ともハッピーです。動画見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。今日やっていくのはこちら、バトロコ高田のババテンさんのマジックザギザリング10万福袋虹、こちらの開封やっていきます。拍手しづら。この虹はね、金と虹2種類販売された福袋のレアな方、なんと数量限定2点しか販売されなかったもののうちの1つです。質の金かボリュームの虹かみたいな感じでね、この質の金の方は、先日開封動画出させていただいたんですけど、まあ普通ね10万円も払ったら質が高い方が人気もあるし、そっちいっぱい作ろうってなるし、そんな感じだったと思うんですけど、やっぱりね限定2点ってなるとボリューム重視ってなるとどんなものが入ってるのかっていうのがね気になっちゃう坂でして、ゲットしてまいりました。いやーこれはすごいな、10キロぐらいありますね。ちょうどうちの娘ぐらいある。じゃあねやっていきましょう。早速何が現れるのか一緒に楽しんでいきましょう。レッツ開封って言ってもね、画面切り替えないで今日はこのままいきます。大物なんでね、手元カメラに収まりきらない。おおすごっ、いきなりドドン、ダブルマスターズ、VIP 版の日本語版出ました。いきなりすごいのが出たよ。これかなり話題になってた商品です。はい、そしてお次はこちら、統率者戦の、フォーカスしたコマンダーコレクション、プレミアムだ、プレミアム、光ってるのが出る方です。かなりあのレアな方、普通ねノーマルなんですけど、こっちはホイールで入ってます。光ってるバージョンで入ってます。統率者戦の、緑のねアイコニックなカードたちが、優秀なカードたちがなんとホイールで入ってます。すごいな、これいくらぐらいするの、全然わかんない。大体28,000円します。28,000円、はい、そんなすんの、すごっ、プレミア価格になってんだ。すごいね、もう VIP 版もだってさ2万円ぐらいするよね。今22,000円です。もう5万円分、これで5万円分、半分出ちゃった。え、マジ、ドドン、お、スペルブックチャンドラ、これも2020年に発売された商品ですね。結構こうお友達的な商品なんですよね。カード8枚入り、ただこのスペルブックは真ん中の黒いハテナ、光ったバージョンのカードが何か出てくると。さあお次はドドン、スペルブックギデオン、まあ、この辺はねなんかちょっと余ってんのかなって感じで、ボリューム重視の福袋だからね、全然嬉しいですよね。ボリューム重視でね、未開封のいいカードがいっぱい入ってるセット。お、なんか大物来たぞ、大物、何が出るかな、ドン、おお、ゼンディカーの夜明けのギフトエディション、ゼンディカーの夜明け関連の品がいろいろ入ってるやつです。箱そのものがストレージになるんですよね。おしゃれなストレージボックスが手に入っちゃう商品。さあお次はなんだ、ドドン、おお、ミステリーブースター、大好きなやつ、これのボックス、これはねリミテッドめっちゃ楽しいですよ。カードの種類がね確か1800種類以上入ってる、再録カードのパックです。そしてお次はドン、ゼンディカーの夜明け英語版最新セットですね。通常セットの中では最新セット。さあドドン、基本セット2020の英語版、すごいな、これは重いわ、重いわけだわ。さあそしてあと何が入ってるかな、ラストいきます、ドドン、はい、こちらはシークレットライアーアルティメートエディションザ・エネミー・フェッチランズということで、フェッチランドのね特別バージョンが5種類全部入った商品です。これねあのケースがねめちゃめちゃ豪華なんですよ。年末のね張さんの大量査定企画の時も出てきたんですけど、黒いね大きなケースに入って、でもカードが5種類しか入ってないっていう商品です。めちゃめちゃね必需品のフェッチランドの特別バージョン5種なんで、かなりね価値がついてるし安定してる商品だと思われます。これちなみに今参考価格おいくらな、セットで、3万5千円、おー、普通に全部売り切れちゃったと思ってたけど、お店だったら福袋のために取っといたんですかね。いや嬉しい、これを未開封で手に持つの初めて、ちゃんとテープついてるしね。はい、という感じで駆け足で開封してきたんですけど、大ボリュームっていうから金額的にはお得だけど、市場に余ってる、マーケットに余ってる商品がメインなのかと思いきや、全然そんなことなくて、お得だし市場にもうねかなり残りわずかになってる、あんまりなくなってるね、こういう商品が
いっぱい入ってて多くの金額を占めてて、これはいやいい福袋でした。さすがは数量限定2つ限りってことやね。今回はね、バトロコさんのこの10万福袋虹に関してはこう温存しといたのかな、この福袋のためにっていうようなものが詰まったね、すごいいい福袋だったんじゃないかと思います。はい、ということでね、あまりにも大ボリュームの福袋ということで、いつもと違うアングルでねお届けしてきたんですが、いやすごくねいい福袋でした。新年からハッピーな気持ちでした。でこのままハッピーな気持ちでね、動画閉めちゃってもいいんだけど、こちらダブルマスターズの VIP 版2020年を騒がせた商品をね、ちょっと未開封品いっぱい見てたらうずいてきちゃったんで、こちらをね開封していきたいと思います。はい、ということでめちゃめちゃ久々のダブルマスターズ VIP 版、いやまた会えると思わなかった、もうなかなかないですからね。今このねダブルマスターズ VIP 版一番の大当たりは、なんといっても意志の力の拡張コイル、あれをね引き当てたいね。まだ引いたことないよね俺ね。そういえばないはずです。いや引いてみたい。さあどっから開けるんだっけな、ここから開けるんだっけな。一回ね開けると変な感じになっちゃうっていう箱です。あーこれ懐かしいな、ちょっと前なのに。そうこのねカードのねこの一束入ってるんですよね。でこの箱の中にね、たまになんか当たりがあるんじゃないかとか言ってこれを取り出して、なんかここを開けて見るっていうのがちょっと流行ってましたよね。まあ、ないあるわけないんだけど、何もなんか入ってたら面白いんですけどね。そんなことはありません。この一束確か24枚かな、何枚だっけな、もう忘れちゃった。これを開封していきます。さあハッピーな福袋だったぜで終わらずにチャレンジしていった結果、よりハッピーになるのかオチがつくのか、皆さんぜひ見届けてください。それでは行ってみます。なんかよくこいつから始まるイメージ、魔法使いの弟子、存在の覇気、全部光ってます。川印のゴブリン、ふるい分け、押しつぶす津田、マイヤの回収者、昔はアンコモンだった、よじれた剣王者、結構使われたな、古き者の活性、いいね。いろんなね緑無色デッキのお供です。エルドラージとかも使われてました。艦隊する構築物、さあアンコフォイルに入ったゲスの玉座、王力の廃品回収者、この昔ヴィンテージで無限コンボがあったんだけど、ブラックロータスで無限マナみたいなね、3マナ出して2マナで回収、3マナ出して2マナで回収みたいな、今は使われてないな。致命的な一押し、ナイス。さあ血眼の練習生、ドクロ多い立像くじ、そろそろレア行くかな、行かない、大なぎなた、モークラットの番士、絡み森の主フォイル、まあ、まだ拡張枠じゃないですからね、ここは意志の力出なくてもいいでしょう。お、歩行バリスタ、いいね、歩行バリスタフォイル、結構これは良さそう。01、貴族の教主か、あ、拡張フォイル枠だ、もう拡張フォイル枠1枚目貴族の教主でした。これもね、さあこのね確かね記憶によると、この次3分の2で3パック中2パックが神話レアのやつなんですよね。ここがだから M って出るといいんだけど、あとねスコット M フィッシャーって出るといい。それ見てくか、前なスコット M フィッシャーって出たのにまさかの2種類書いてるっていうね。あースコット M フィッシャーじゃない、R、 うおーダメだ、翻弄する魔導士、これ外れっすね。いいカードなんだけどな、カード名指定して、妨害できるっていうね、そのカード相手唱えれなくなるっていう、残念。この先はもうね基本土地と、あと基本土地のフォイルが入ってます。そうまさかのね、あの道中で本命フェーズ入って終わるっていうね、後の方はもうチルタイム的な感じ。はい、森のフォイルでした。これも結構ね価値あるんですけどね、もともとアンヒンジドに入ってた絵柄です。チョークセットも第2弾に入ってた絵柄ですごい集めてました、めっちゃ使ってました。で次は、リャマということで、はい、で多層の戦士ゾウ、マイヤマリトレージトークンということでね、まあまあまあどうなんだろうな、まあ、ちょっといいカードは出たんだけど大喜びできる結果ではなかったですね。いやでもハッピーな福袋開封でした。トモピーチャンネルでは今後も、福袋やその他パックの開封なんかをねやっていくんで、まだの方ぜひチャンネル登録お願いします。そして動画の評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。